どうもこんにちは。チャック・ウィルソンの健康道場、私、飯田俊介と。私のチャック・ウィルソンでございます。よろしくお願いします。はい、チャックさん、今日もよろしくお願いします。こちらこそ。はい、なんか、いよいよ冬らしい格好になりましたね、もえ、ちょっと寒かった今日は。う。あら、ごめんなさい、チャックさん、失礼しました。宗村さんが一番乗りでしたということです。松浦さん、松浦さんが一番乗りを抜かれたと。あ、宗村さん。それ競争じゃないじゃないですか。失礼しました。はい、失礼しました、チャックさん。今日はあれですね、僕もかなりこれ興味あるトピックなんですけども、睡眠ですね。睡眠不足とか、まあ、特にね、仕事が忙しい人とか、あると思いますし、あとはね、寝る前にこうスマホとかいじっちゃう人とかね、睡眠困ってる人といると思うんですけども、いろいろ聞いていきたいんですけども、まず睡眠ですね、一番ベーシックなところから聞きたいんですけども、諸説あると思うんですけど、睡眠時間は1日こう何時間取るのが適切なんでしょ世界保健機関にいうのは6時間から8時間う。ああ、やっぱりそんな感じなんと言われています。で、その中では3、4時間が REM スリープというのはもう深いはい。睡眠状態ですから、うん。そっちの方が一番重要。うんだから、じゃあ4時間しか寝られないんだったら、その深い睡眠が出ないんですよ。4時間は出ないから。時間かかるから、うんうん。寝そてこまで入るの。るとかいう人いますけどね。あれは。で、睡眠取れないと大したことないんじゃないかなと言われてますね。だから、スポーツ選手とか、まあまあいいやと、眠くなれば電車の中で寝ますよ。それはできません。だから、ある人は月曜日から金曜日まではまあ2、3時間で、で、土日はずっと明日から晩まで寝ちゃうから。それもやったことあるから。でもまあ、それはね、あんまりよくありません。集中力もなくなるし、疲れも出るし、疲れも出る、特に睡眠不足だったら、疲れが出ると、体がね、言うことを聞けないんですよ。で、怪我の原因の一つですね。疲れてしまうと。この動きじゃないかなと思って、でも判断がずれるから、その動きじゃなくなるわけ。特に、まあ、もう僕いつも言うけど、柔道の方は相手いるから、ちょっとね、疲れてしまうと、まあ、曲げるよりは怪我するんですよね。柔道よく言うのは、曲げても、曲げるとは勝つことのうちでかなとよく言われてますけど。まあ、それを置いといて。睡眠時間は6時間、8時間。で、深い睡眠が4時間取るべきであるわけ。取らないとどうなるのと。実例があるわけ。私の知り合いで、カニエさんという人もいて、彼はやるべきのことを全部やった。毎日ジムに来た。結構運動やったです。タバコをやめた。痩せた。お酒はほんの少し。でも、声優の仕事で、3日間ぐらいで全然寝ないで仕事してばっかりですよ。で、うちのジムに来て、ちょっと、ちゃくさん運動させてくださいって、やめろと家に帰って寝ろって。で、隣のビルは事務所で、事務所に行って、もう彼は帰ろうと思ったから帰れなかったんですよ。着替えてトレーニングして、脳梗塞で亡くなりました。だからストックですよ。睡眠不足と血圧は上がるわけ。体がそのストレスという解釈するから、体内的にそのインスリンが発生するから、血圧上がるから、最初から血圧高いんだったら、もっと高くなるから、そして危険程度までいきます。睡眠時間をたっぷり取るべきです。で、年を取れば取るほど寝られないっていうことは、まあ、他の人はよく聞きますけど、僕はもう、今10時頃だったら、もう、頭が枕につけるときもう寝てる。で、6時、5時、6時まではたっぷりと。まあ、1回ぐらい起きるけど、またそれを置いといて。で、だから、まあ、適当な疲れ。疲れすぎるとか、あと疲れの種類によって、例えばストレスが高くなって、中枢神経がちょっと刺激になってるから、緊張状態だったら、当然これは寝られないんですよね。それを、まあ、できるだけリラックスして、その、
まあ、そのストレスとなっているような原因となっているような仕事とか人間関係とかできるだけ忘れて、うん、で一番ストレス解消というのは散歩、はい、一番競争がないから。前に体の闘争反応の話しましたけども、そうそうそう、寝不足になるとそのストレスが上がるっていうのも、その起きて目覚めてなきゃいけないっていうのは、これも闘争反応。いや、闘争反応はそれだけじゃないから、うん、闘争反応が血圧高くなるのは、うん、栄養と酸素をさらに送り込むためには血圧上がるわけ、うん、そして栄養と酸素が血液に行って、その血液は筋肉にそれを与えて、筋肉はまあよく逃げられるか戦える状態になるから、うん、ストレスはストレスのみ、うん、準備は何もない。なるほど。ただ血圧を高いだけで、うん、だインスリンの反応がで、血圧はちょっと高くなるわけ、うん、なるほど。そういうトレーニング、柔道をやるんでしたらもうそれはそうですけど、だからまあおそらく柔道聞いてる人、まあそうだな、1杯か2杯飲んだからすぐになるよと言うかもしれない、まあ、そうかもしれないでもそれは水分をいっぱい取ってしまうと、寝てる間に起きてお手洗い行けないといけないもんだから、あんまりその寝る直前にいっぱい水分を取れないで、特にコーヒーは利尿剤だから、うん、紅茶もお茶もそうですよ、うん、だから寝る前にいっぱい飲むと途中で起きてお手洗い行けないといけないかもしれない。あとカフェインの、その体内の半減期って8時間ぐらい、だからカフェインですよ、うん、だから紅茶でもお茶でもコーヒーでもそのカフェインと同じようなものが入ってるから、そしてそういう状態なんです、うん、脱水までいけないけど、うん、利尿剤の効果としてあります。まあ高タンパクもそうですよ。高タンパクもそういう水を出してしまうと、うん、で炭水化物は水を補給するから、はい、だからバランスよく取ってくださいとよく言うんですよ、うん、吸収しすぎないように、出すぎないようにバランスよく取った方が、うん、そしてあともう一つは、寝る前に食事いっぱいすると血糖値上がるからちょっと目が覚める、うん、だから寝てもぐっすりは寝ない、うんうんうん、だからそういう意味ではちょっとまあ生活調整はする必要あるわけ、うん、難しいです。でトレーニングの場合には有酸素運動、うん、マラソン選手とかエロビクスよくやってる人が、まあ体重はそんなに重くない、はい、で有酸素をやってるから心臓が効率よく動いてるんですね。これはあれですか、睡眠の質を高めるためには有酸素運動するのがいいってことですか。大前提としては心臓を強くすればそれは長く睡眠取れなくていいから、うん、筋力トレーニング特に重いのをやってしまうと心臓の負担が大きいんですよ。はいはいはい。まあ、簡単に言うと、心臓の影響、有酸素運動の心臓の影響が、それぞれの心臓の4つの、部屋というか、あるから、それは大きくなる、うん。で、場合によって心臓の収縮力、拍出量も強くなるわけ。うんうんうん、筋力トレーニングは心臓の壁が厚くなる、うん、でこれはバルサルバ効果の影響。バルサルバ効果つまり持ち上がるとよくあるじゃないですか、筋力トレーニングやる場合には、息を吐いたり吸ったり吐いたり吸ったりするでしょ、うん、はい、結構そのバルサルバ効果のために踏ん張ると筋肉は収縮した状態、踏ん張るとそのバルサルバ効果、心臓にこういうふうに圧迫するわけ、うん、息を止まっちゃうと、特に重いものを持ち上がらながら、そうすると心臓の壁が厚くなるけど、ただその場合に心臓は疲れてしまうんですよ。なるほどね、はい、だから長く寝ないといけない、うん、で体重増えるだけでそれそうですよ、うん、
うんうん、私は冬の場合には、まあ、もうこれから冬に入るけど、はい、大体毎冬、大体10キロか15キロ体重増えるんですよ。お自然に。冬眠のためですか？まあ、よく言われてます。そうそう、冬眠のよく言われてます。何言ってんだよ。でもさ、なんですけど、ってことは、その有酸素運動とかで、その心臓を強くしていくと、その睡眠時間、むしろその取る必要が、まあ、必要な時間が短くなるってことですか？程度によってですよ。程度によって。おそらくフルマラソン走った後にはぐっすりのあの寝まれてますよね。はい。まあでも5キロ、5、6、7キロぐらいでしたらちょうどいいぐらいの疲れが出るから、まあ、あのゆっくり寝られると思うから。まあ、効率が良くなるのかな、睡眠も。だから、あの、疲れすぎると、なかなか寝られない。疲れなさすぎると、なかなか寝る必要はない。だからそういう調整。だから生活調整。だから先でしょ、あの、寝る前にはあんまりいっぱい水分を取れないと。あと、カフェイン入っているのはコーヒーとか紅茶は飲めないこととか。あと、いっぱい食べないこと。まあ、食事はだいたい寝る前に6、まあ、3、4時間の済ませた方がいいとよく言われてますけど。で、あとは、あの、できるだけ、その、一日の中のストレス、先によって人間関係とか仕事とか何かの関係で、できるだけそれを忘れてしまう。うん、で、なかなか私は眠らない人でしたら、はい、5分間の、あの運動があります。はい、仰向き寝て、はい、手広を天井に向かって、そして体の部分別に考えて、あの、力を抜いてください。だから親指から始め、親指、人差し指、中指、薬指、小指、足首、ふくらはぎ、膝、太ももで、逆足もそう、ゆっくりとそれぞれだいたい5秒ぐらい、はい、はい、親指考えて、はい、力抜いて、はい、人差し指、その状態ですよ。んで、そして今度腰、お腹、胸、手の親指、下、人差し指、中指、薬指、小指で、手首、前腕、肘、両腕で、左腕同じ、肩、はい、首、頭、そのぐらいでしたら、それぞれに考えると5秒ずつでしたら力がスーッと抜ける、うん、で、あの、そればっかり考えちゃうと仕事を忘れちゃうんですよ。はい、で、嫌な人間だったらそれも忘れてしょ、落ち着くんですね。これは意識を移すだけなんですか？いや、まあ、あの、なんか催眠術みたいなもんですよ。あ、なんか、あ、自己催眠法みたいな。自己催眠法、そうそうそう、あれ結構効くんですよ。へえ。そして一日を忘れてしまう。そしてぐっすり眠れるよ。うん、まあ、先言ったように、あの、ほら、いっぱい食べないとか、その他の条件もありますよ。うん、で、あの、トレーニングの方なんだけど、あの、疲れっていうのは、あの、数種類があるんですよ。はい、ね、ただ一つだけ、中枢神経も疲れてるとか、精神的な疲れとか、肉体的な疲れとか、内臓的な疲れとか、うん、あの、それぞれにありますから、まあ、別の機会でその詳しく話しますけど、とにかく、あの、まあ、簡単なことだけど、うん、疲れ取るんだったら寝るよと、ちゃんとして早く寝て早く起きて、いや私大丈夫よと、もう仕事いっぱいあるから、もう12時まで1時まで、そしてでも朝5時から起きないといけない、それよね、これは人生じゃないんですよ。人生じゃない、自分の生活のバランス考えた方がよろしいと思うよ。寝だめってできるんですか？こう平日だけね、睡眠時間削って週末たっぷり寝るみたいな人いる。あ、それはあの全然あの関係ありません。関係ないことはないけど、そんなにうまくいけない。でも、はい、若い時結構あったんですよ、うん、ただ若い時に、まあ、6、7時間も寝たんだけど、それは不十分だったから、土曜日と日曜日結構寝たんですよ、うん、でもさ、あ、仕事早く行って、うん、で遅く帰ってきて、で奥さんと子供がもうちょっとだけ食べて、ですぐ寝て、でそして、まあ、あの、繰り返し繰り返し、月曜日から金曜日で、で土曜日、すぐね、私明日から晩まで寝ますよ、ちょっと待ってよ。
人生考えた方がいいじゃないかなと思うんですよ。うん、まあ、ね、でもね、睡眠って気持ちいいですからね。あ、これも気になるんですけど、逆にこう寝すぎが悪いとかっていうのもよく聞くんですけど、例えば9時間とか10時間寝ちゃうとこう良くないみたいな。あのね、だいたい9時間が10時間が、うん、まあいろんな理由を考えられますよ。いろんな原因、仕事しすぎて、トレーニングしすぎてとか、いろんなこと考えます。あの、うん、10時間ぐらい寝ちゃうと、だいたいね、世の中から逃げたいんですよね。うん、精神的に起きたくない。はい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 。だから、その気持ちよくわかるよ。ああ、また今日は、あ、今日は嫌な人に会わないといけないな、嫌だね、と思って寝たいな、気持ちよくわかる。でもさ、あの、トレーニングもそうですよ。トレーニングは月曜日、金曜日やって、土日は外で人生楽しんだ方がいいじゃないかなと思うんですよね。うん、だからその場合には、その、まあ、しっかりあの睡眠とって、休憩とって。スポーツ選手でしたら、あの、先に言ったんだけど、睡眠十分取れないと、これが十分回復しない。うん、で、あの、半分寝てる状態で、稽古に行くとか、練習しに行くんだったら、怪我する可能性は高いんですよ。うん、体が言う通りはしなくなる、はい。で、私の場合には別にないんだけど、一緒にやってる人が、いや、昨日は4、5時間しか寝てないから、じゃあ今日は軽くしましょう。うん、重いのはやれない。で、あんまり複雑なあの訓練法はやりません。軽くやりましょう。うん、で、たまに私はの柔道の稽古に行くと、今日は疲れてるなと。じゃあ今日はまああまり強くない人ばっかりとちょっとやりましょう。で、本数がまああの3本か4本ぐらいしかやらないと。あとゆっくりします。うん、それはそうですよ。まず完璧な状態で、特にあのまあスポーツの稽古だったら完璧な状態やった方がいいんですよ。怪我のない状態、うん、栄養たっぷりとってる状態、睡眠たっぷりとってる状態、うん、そっちの方が怪我少なくなるし成功するし、特に試合は特にそうですね。うんうんうん、試合の前に緊張して寝られない人もいますけど、うん、あの私も、ま、昔はそういうあったね、うん、結構緊張って緊張しょうがないから、だから先によってその、はい、あのまあ、黙想みたいなこのずっとやってもうすぐ寝ちゃう、うん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 、なるほどね。その皆さんトレーニングするとそのバルサルファ効果を覚えとっちゃうからかなり重要。バルサルファ生き方、生き方を覚えといてよ。筋肉収縮した段階で息を吐く。うん、元の始まる位置に戻る場合には息を吸う。うん、ある人は反対にするから。はあ、で筋肉を持ち上がると、吐く、違う。はい、ね。そう、引くから。引き上がると息を吐く、うん、下ろすときには吸う、うん、これは正しい方、これあの一種類でも押す種類でも一緒、はい、ベンチプレスだったら下ろすときに息を吸って上げながら息を吐く、うん、だから懸垂伸ばして息を吸って吐きながら自分の方に引く、あ、それは心臓の圧迫感を少なくする。なるほど。今、ウィキペディアでちょっと見てるんですけど、聞きながら、あのバルサルファ法とは、息む動作で呼吸が止まり、緊張が起こることで、普段より筋力が発揮できる生理的な現象ということです。血圧も上がる。はあ。面白いですね。覚えておきます。はい。バルサルバということらしいです。はい、はい、ありがとうございます。バルサルファ効果、うん、なるほどね。あとはあの睡眠については、なんかこう、寝る前にこう例えばストレッチとかそういうのって効果あったりしますか？お風呂とかね、なんかいろいろありますけど。まあ、 ストレッチするんでしたらある意味では体がリラックスするんですよね。うん、だから何でも体をリラックスすればそれも進みます。うん、でも、うちにいてまあ、テレビ見たりとか音楽聴いたりとか、うん、
ちょっと1、2時間ぐらいで置いといた方がいいから。うん、僕はあの必ず映画別にそんなに見たくないけど、大体1時間か1時間半ぐらいで映画を見るから。おお、そうなんですね。うん、もうやりたくなくても、見たくなくても見る。映画をですか？はい。そうじゃないと、落ち着かないんですよ。で、一日起こったことはばっかりやためるわけ。はいはいはい。私も仕事は、もう仕事朝の大体5時より仕事6時から始まるから、ずっと一日中やるから、それはまあ自分の別に自慢じゃないから、これ自分の趣味でやってるから。うん、だからもう、休憩しないといけないと、しないとそのままで寝ちゃう。寝ちゃうとなかなか仕事を忘れられませんから。だからまあいいや、仕事置いといて。1時間が頭もう何も入ってない。なるほど。軽くして。じゃあいつも結婚当時終わった後映画を見に行くんですか？まあ悪くない趣味じゃないかなと思うんですよ。だから、激しい映画はちょっと見ない方がいいや、スター・ウォーズとかさ、そういうことは、まあ、さらに興奮するかもしれない。でも違う興奮し方。うん、これ、見学だから。うん、その後の方がいいと思うよ。でも絶対こういうね、こういう目標、そのやり方をやってみてください。うん、あれ、必ず眠くなる。うん、うちはね、まあ、会部の夜にはそれ、まあ、2、3人ぐらい集まって教えてるんですよ。はい、最後の10分間するやるわけ。うん、途中でほとんどみんな寝ちゃうんですよ。うん、で夕方の5時ですから。はい、だからみんな、ああ、疲れてるなと思うんですよね。昼寝とかでもいいかもしれないですね。昼寝、いや、いいこと言ったね。いいこと言いました。もう言おうと思ったら忘れた、はい。昼寝は絶対に取るべきだと思う。取るべき、はい、うん、面白いのね。大体国のリーダー。アメリカ大統領、まあ、今のは大統領どうするかどうか分かんないけど、今までの大統領が、午後の1時から3時の間に、着替えて、ベッドの中に入って、パジャマに入って、完全に30分間昼寝取るから。パジャマに着替えて？はい。もう完全に。ただ、椅子に座って寝ようと、そうじゃなくて、ベッドに入って、完全な状態、睡眠状態をやって、その30分間が夜の3時間の効果だって。だから大統領は時間がないじゃないか。世界が24時間で働いてるからできないから。で睡眠時間はなかなかいいんですよ。うんうん、もう10分間も15分だけでも、うん、かなり夜の、まあ、2、3時間ぐらいは得しますから、うん。なるほど。パワーナップって言いますよね。短いやつ。まあですね、はい、なんで短時間でそこまでこうパワーがあるんですかね、パワーナップっていうのは。まあ、ただ、かっこいいの前だけじゃったと思うけど、別にパワーナップじゃないけどね。でももう、私は電車よく乗るから、もうほとんどみんな寝てるから、じゃあ、昼寝取ってるなと思うから。でも、もう1時から3時の間はいい一番いい時間だって。1時から3時。へえ。ね、まあ、昼食後の、ね、眠気を覚ますっていう効果もありそうですね。ですよね。うんうん、なるほど。わかりました。じゃあ、あれですね。まあ、寝る前にこうリラックスした状態に体を持っていくっていうのが、コツっぽいですね。映画を見るなりなんなり、黙想とかでもいいかもしれないです。間違いないです。間違いないです。間違いないです。リラックス状態に持っていくのがベストで。あとはあれです、一日の心配しちゃうと良くなさそうですよね。なんかまあ、心配すると神経が、まあ、刺激になりますから、逆に緊張する場合は寝られない。うん、それを置いておいて、うん。で、ストレス面白いんですよ。はい、ストレスは、例えばよ、うん、お葬式とか、結婚式か、どっちがストレスが高いと思う、飯田さん。結婚式とお葬式ですか？はい。なんかでもこの質問なんで結婚式の方が高いのかなって。同じだって。同じ、ストレス影響が全く同じ。そうなんですね。こういう先によってその闘争反応というそういうもんじゃないからね、はい、これはちゃんと神経がまあ、神経が立つというか、うん、神経質になってしまうから、うーん、そして そういうようなストレスが高いから、うん、よく、まあ、よく寝るから、まあ、うん、結婚式では嬉しいあれですけど、お葬式はちょっとかわいそう、かわいそうけど、ね。
じゃあ、あれですね、一日のこうタスクをこうやりきる感を作って、満足感ある眠りにつくのも良さそうですね。いやー、でも今世の中なかなかできないじゃないですか。逆にね、今ほら、うちに閉じ込んでるんでしたら、逆にイライラしてしょうがないんじゃないかなと思うんですよね。それでしたら、寝る2時間ぐらい前か3時間前には、外でちょっとジョギングとか軽く歩いた方がいいかもしれない。その緊張感がなくするためとか。ね、夜の一散歩もいいです日中、そう、もう退屈するから。ね。今度あれを教えましょうか。着体操。着体操、ぜひ教えてください。ライ今度はライブで着体操をちょっと撮りましょブで？う。まあ、ライブでできないから、まあ、別のところで行って。こうやってやるんですか？ それを撮ります。まあ、20分間だけ、20分だけで着体操もやれば、うちでもできますから。ライブで確定しました。ライブで着体操が。45分の分もあるけど、まあ、20分だけにしよう。最初 かなりシュールなエピソードになりますよ。多分ね、動画見てる人はいいかもしれないですけど、音声だけの人は絶対何が起きてるか分かんないです。ですよね。まあ、音楽って著作権の問題は そう置いといて。ちょっクラシック音楽いいんじゃないかなと思うんですね。と。はい。クラシック音楽。クラシック音楽をバックに。いいですね。チャックさん、こうクラシックだったら誰がお好きなんですか？チャコフスキーが、一番好きだチャイね。コフスキー。ああ。あと、ワグナー。ワグナー。ああ。ワグナーが、あれですよ。なんとかの指輪。なんとかの、ニブランの指輪っていうような腰痛が入ってるから、結構長いんですよ。あれは、もう、久しぶりに聞いてないよね。でも、オペラは悪くない。パヴァロッティはいいですね、パヴァロッティ。ハバローテ。パヴァロッティしないの？知らないです。あら、いいだ、先生。パヴァロッティはね、もうなくなったけどね。これはね、クラシックはそんな聞かないですね。たまに仕事するときに、ヴィヴァルディとか、こうテンポがね、早いんで、仕事の話、たまに聞くぐらいですね。まあ、チャイコフスキーは1812年というような、あれあるから、あれちょっと激しい。戦争の話ですか。ちょっとね、激しいんですよね。まあ、音楽結構大きいんですよ。インドでね、朝のラガ、朝のラガと昼のラガとか夜のラガ、それぞれの朝のラガがと目を覚める。昼のラガがちょっとリラックスさせると、夜のラガはうんと眠くなるような音な楽が。んですか？ごめんなさい。ラガ。ララガ。ガはラグビーの選手じゃないんだよ。なんですか？ごめんなさい。僕が知らないだけの。そう、インドの音楽。ラガービールとしか。それラーガだから、これはラーガだから。そうですね。ビールと R の。ラーガというか、それ違いますからね。理解しました。はい。まあ、とにかく、それぞれのものを覚えておいてくださいね。睡眠時間たっぷり、6時間、8時間、ストレスをできるだけなくした方がいい、長く、なくした方がいいと。ストレスなくするのは、軽い運動の方がいい。逆に激しい運動と逆に、目が覚めるから、なかなか寝にくいかもしれない。なるほど、わかりました。なんか僕がまとめようと思ったのが、もうチャックさんがまとめていただいたような気がします。このぐらいだったらまとめられる。このぐらいでしたら。このぐらいでしたら。でもあれですね、やっぱこう、心配事とか、残したまんま寝ようとするとね、寝れない気がするんで、前に僕、なんか、誰かの名言、誰だったかな、誰か有名な人のちょっと名言で、こう、一日出し切ると、こう、安眠、ぐっすり眠れるっていうことでね、出し切れるんでしたのよ。出し切るんでしたらですね、でも、例えば仕事の契約を取るためには、まだ一日で進めないよね。でも、軽い運動は結構役に立つ。で、それ大体軽い運動で、まあ、外で散歩したりとか、まあ、30分とか、そのぐらいの程度で、それほど疲れないし、
ちょっとストレスなくするから、そしてぐっすり寝られるかもしれない。うん、ね、それは一番いいじゃないかなと僕思うんです。わ、うん、かりました。了解です。はい。はい、特に木想とか僕も今日やってみたいと思います。はい、あと、バルサルバ効果ね。バルサルバ効果はそれを覚えておいてね。はい。やってみます。はい。ありがとうございます。あとは、チャック体操が結構共感いただけたので、今度やりましょう、ライブで。ライブやりましょうか、チャック体操。終了。わかりました。やりましょう。じゃあ、今度やりましょう。Okay、です。あとは何かこうカバーしたいとことかってありますか？睡眠関連、チャックさん。どうでしょう？まあ、生活調整ですよね。生活調整。はあ、陽気な、まあ、できるだけ人を怒ったりすると、よく言われるんですよ。うん、寝るときに怒れないで、担任と怒れないで寝た方がいいよと。うん、ある程度穏やかな気分で、うん、寝た方がゆっくり寝られるんですね。うん、それは正解だと思う。うん、誰か夫婦喧嘩やってしまって寝ようとなかなか寝られないんですよ、ぐっすりと。うんうん、でそういう問題は、まあ、仕事もそうだから。問題まだ解決してないまんまで、なかなか頭がさっぱりはしない。うんうん、で、なんか寝られない、うん。で、私たちの年齢と起きてお手洗いに行くんだから、先によって水の話ですけど、うん、でも、年を取るとね、怒りっぽくなるんですよ、うん、世の中には。特に僕は最近見て年寄りのなんていうかな。態度、年寄りの態度、年寄りに対しての態度があんまり良くなさすぎるんだな。あ、世の中の若者がですか。電車乗って結構ね、おじいさんおばあさん入ってしまうと、若者がそこに座ってしまって、おお、こっとことしょうがないから、たまには行くんですよ。おい、立て横のやろうと、ほら、おじいさんおばあさんいるじゃないかよと。うん、はいはいはいって、こんなわけ。そうですね、見ない人にしますよね。今そうするとね、年寄りは結構ね、うん、お腹の中には結構腹立ってると思うよ。うん、だからそれは良くない。うん、特にもう満員電車に帰ろうとすると、もうそれこそね、いろんなほら腹立つこと多いから。うん、だからできるだけそれを忘れて寝た方がいい。散歩なり、テレビ見たり、何でもいい、音楽聴いたり。何でもいいから。うん、そしてさっぱりした状態で寝た方が睡眠時間はたっぷり取れると思うんですよ。うんうんうん、なるほど、わかりました。じゃあ気分を安らぎの状態に持っていくっていうのが大事ですね。安らぎね。喧嘩せず、お年寄りにはちゃんと席を譲る。特に僕に見るとね、ちゃんと許してよ。さん超元気じゃないですか。いや、それしない。それは喧嘩になりますから。そうすか。了解です。わかりました。はい、今日はいろいろなんかヒントいただきました。ね、有酸素運動をしてこうね、あれですね、心臓を強くするとこう睡眠の効率が良くなるっていうのもすごくもう目から鱗でした。でね、キーはリラックス状態ですね。はい。であとは6時間から8時間しっかり寝るということで、はい、生活の調整を頑張っていきます。はい。はい、じゃあ今日はこれぐらいにしておきましょう。皆さん今日もたくさんのコメントありがとうございました。はい、チャック体操、ちょっとね、日程を合わせてやりたいと思いますので、またそれは告知します。はい、ね、じゃあ、今日は以上です。チャックさんの健康道場、毎日正午の配信となっております。今日のライブの配信は明日ね、これリプレイアップロードしておきます。でね、火曜日と木曜日、土曜日の7時半から、ライブで配信しておりますので、コメント、質問していただきたいという方は、ぜひこちらから、いただければと思います。で、ね、今日の内容が何か使えるなとか、いい内容だったなって思った方はぜひシェアをしていただければ、大変嬉しいです。はい、それでは今日は、以上になります。チャックさんと皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではまた次回まで、さよなら。また次回です。はい、さよなら、失礼します。